第48回スーパーボールは2014年2月2日にアメリカ合衆国ニュージャージー州イーストラザフォードのメットライフスタジアムで開催されたアメリカンフットボールの試合2013年シーズンの NFL 優勝をかけて AFC 王者デンバーブロンコスと NFC 王者シアトルシーホークスが対戦したその結果シーホークスが43から8で圧勝し チーム創設38シーズン目で初めての優勝を果たした。北米4大プロスポーツリーグにおいてワシントン州シアトルのチームが優勝するのはバスケットボールにおいて1979年にシアトルスーパーソニックスが NBA ファイナルを制して以来のことだった。両カンファレンス第一シード同士の対戦は第44回以来過去20年間で2度目である。 ブロンコスは NFL 最多得点を奪った最強のオフェンスを要し、シーホークスは逆に NFL 最小失点でリーグ最強のディフェンスを要する。オフェンス1位のチームとディフェンス1位のチームが対戦するのは第25回でバッファロービルズとニューヨークジャイアンツが対戦して以来のことであった。シーズン最多得点チームはスーパーボール通算10勝8敗。 シーズン最小失点チームは、通算12勝3敗の成績を残してきた。ブロンコスの q b ペイトンマニングは、ダンマリーのカートアーナー、トム・ブレーディに次いで、パス獲得ヤードと TD パスのそれぞれで、NFL 最高の成績を上げて、スーパーボウルに進出した4人目の q b となったが、過去3人の選手はいずれもスーパーボウルで敗れている。 1977年から2001年まで、両チームは AFC 西地区のライバル同士でもあった。同様のケースは、他に第37回しかない。当初は1週間遅く開催する予定であったが、ソチオリンピックと日程が重ならないよう、2011年10月に行われた NFL オーナー会議で日程変更がなされた。試合は、 アメリカ東部時間午後6時25分にキックオフされた。寒冷地の屋外で行われる初のスーパーボールであり、ハドソン川をまたいで、ニューヨーク州とニュージャージー州の2つの州での開催となった。メディアセンターは、ニューヨーク市マンハッタンのタイムズスクエアに設けられた。関連イベントがニューヨークだけではなく、メットライフスタジアムの隣にアイゾッドセンターが、 存在するにもかかわらず、1 8トル離れた、プルデンシャルセンターでも行われることについて、イーストラザフォード市長は、不満を述べた。スーパーボール運営委員会の CEO を、アルフレッド・ケリー・ジュニア、共同会長を、ニューヨーク・ジャイアンツのジョナサン・ティッシュオーナー、ニューヨーク・ジェッツのウッディ・ジョンソンオーナーが務めた。スーパーボールの開催地には、ニューヨーク都市圏のメットライフ・スタジアム以外に、 レーモンド・ジェームス・スタジアムとサンライフ・スタジアムも名乗りを上げていた。それまでに、タンパでは4回、マイアミでは10回のスーパーボールが開催されていた。2010年5月25日に行われた NFL のオーナー会議において、タンパとマイアミを破り、ニューヨーク都市圏での開催が決定された。屋根のない寒冷地のスタジアムで行われる初めてのスーパーボールであり、 ニューヨーク都市圏で行われる初めてのスーパーボールでもある。ニューヨーク都市圏では過去1962年12月30日にヤンキースタジアムでグリーンベイパッカーズとニューヨークジャイアンツの NFL チャンピオンシップゲームが1968年12月29日にシェイスタジアムでハイジゲームのリマッチとなるニューヨークジェッツとオークランドレーダースの AFL チャンピオンシップゲームが1985年7月14日にジャイアンツスタジアムでボルチモアスターズとオークランドインベーダーズのユーズフルチャンピオンシップゲームが行われた。ニューヨーク都市圏では当初ウエストサイドマンハッタンに建設予定のウエストサイドスタジアムで第44回スーパーボールを開催する計画があったが2012年夏季オリンピックの誘致に 失敗したためスタジアム新設へのニューヨーク市からの補助が得られず計画が頓挫していた。メットライフスタジアムは NFL の2チームが本拠地とするスタジアムとしてはスーパーボール初開催となった。過去にロサンゼルスラムズとロサンゼルスレーダースが本拠地とするロサンゼルスメモリアルコロシアムで第1回第7回スーパーボールが開催されたが当時は2チームが 同時に、本拠地とはしていなかった。NFL は、平均気温が、下詞50度以上、または、ドーム球場での開催を、これまでのスーパーボール開催要件としており、寒冷地の屋外でのスーパーボール開催については、論争があった。開催がニューヨークに決まった2010年当時の、ニューヨーク市長、マイケル・ブルームバーグは、人々は天候を話題にするが、 これはフットボールであってビーチバレーではないんだと NFL ネットワークで語ったこれまでに屋外で行われたスーパーボールで最も寒かった試合はニューオーリンズのチューレインスタジアムで行われた第6回スーパーボールでありキックオフの時に摂取温度であったがこの試合はそれ以上に低い気温で行われることが予想されたニューオーリンズでの試合は 第12回以降は、ドーム球場で行われるようになっており、第10回以降の屋外で行われた、スーパーボールは、アリゾナ州天ンピで行われた第30回を除き、いずれもカリフォルニア州か、フロリダ州で行われてきた。ロジャー・グッデル・コミッショナーは、この大会が成功したら、他の関連地域でのスーパーボール開催も考慮すると2010年5月末に発言した。 フォックステレビのスタジオアナリストを務めるテリー・ブラッド賞は、ホファンのラジオインタビューに対して、寒冷地でのスーパーボール開催は、ドーム球場があるミネソタ州、ミネアポリスやミシガン州デトロイト、インディアナ州インディアナポリスのような都市でない限り、反対であると表明した。12月には、シーホークスのリチャード・シャーマンも、吹雪となって、 QB がスナップをファンブルしたりレシーバーが滑って転んだりする可能性のある試合は観客に提供するべきではなくホームアドバンテージのあるプレイオフとは違い中立的な試合となるべきスーパーボールを関連地の屋外スタジアムであるメットライフスタジアムで開催することは大きな誤りだと述べた同じく開催地に立候補していたマイアミのサンライフスタジアムについて NFL が大雨の恐れに対処するため屋根を設置するまで開催地としないとグッデルコミッショナーが通知したこともこの論争に拍車をかけた。2013年12月18日 NFL は大雪の際には試合を土曜日に前倒ししたり月曜か火曜に延期することを発表した。この大会に対していくつかのニックネームが付けられた。ウィードボール、ボングボール、 マリファナボールである。マリファナボールの由来は、両チームの地元である、ワシントニ州とコロラド州がそれぞれ医療目的以外の、大麻も、合法としたことによる。QB ーーウィルソン RB リンチ CB、シャーマンシアトルシーホークスは、NFC 西地区で優勝。NFC トップの13勝3敗でシーズンを終えて、ホームアドバンテージを獲得した。 417得点に対して失点はわずか231点であった。オフェンスは2年目の QB ラッセル・ウィルソンが率いた。2012年のドラフト3巡で指名された、彼は1年目から先発 QB の座を獲得し、チームをプレーオフに導いた。この年はパス成功率63.1%、3357ヤードを獲得し、 26td パスを上げ、インターセプトはわずか9回で、q b レーティング101点には NFL 全体7位となった。入団してから2年連続で q b レーティング100以上をマークしたのは、NFL 史上彼が初めてであった。ランでも539ヤードを走り、1td を上げた。ウィルソンのナンバーワンターゲットは、 ゴールデンテートであり64回のレシーブで898ヤード、5td を上げた。テートは、スペシャルチームでも活躍し、51回のパントリターンで、NFL2 位の585ヤードをリターンした。テートの他には、ダグボールドウィンが50回のレシーブで775ヤード、5td。 タイトエンドのザック・ミラーが33回のレシーブで387ヤード 5td を上げた。またプロボール RB のマーショーン・リンチは1257ヤードを走り 12td を上げるとともに36回のレシーブで316ヤード 2td を上げた。控え RB のロバート・タービンを加えたランオフェンスではリーグ4位の記録を残した。オフェンスラインは プロボールに選ばれた c ックスアンガーに引きられ、キッカーのスティーブン・ハシカは NFL4 位、e、の143得点を挙げ、FG 成功率では NFL2 位の94.3%の成績を残した。ディフェンスは NFL トップとなる平均273.6ヤードしか相手に許さなかった。失点でも NFL 最小の231点、テイクアウェーでは NFL 最多の39回であった。ディフェンスラインは、クリフ・エイブリル、マイケル・ベネットのそれぞれが8サックを挙げた。エイブリルはさらに5ファンブルフォースを記録、ベネットは3ファンブルリカバー、1TD を挙げた。DT ・クリントン・マクドナルドも5.5サック、2ファンブルリカバー、1インターセプトを挙げた。LB ・ボビー・ワグナーは、チームトップの120タックルを挙げるとともに、 5サック、2インターセプトを挙げた。ディフェンスバック陣は、特に強力でレギオンブームと呼ばれた。4人のうち NFL トップの8インターセプトを挙げた、CB リチャード・シャーマン、5インターセプト、2ファンブル・フォースを挙げた FSR ・トーマス、99、タックル、3インターセプトを挙げた SS カム・チャンセラーの3人が、プロボールに選ばれた。 またブランドン・ブラウナーの出場停止処分に伴い、先発に昇格した CB バイロン・マックスウェルも、最後の4試合で4インターセプトを挙げた。ウィルソンは2年目以下の QB としては、史上6人目のスーパーボール先発 QB となった。これまでの5人の成績は3勝2敗であり、カート・アーナー、トム・ブレーディ、ベン・ロスリスバーガーが勝利している。シーホークスのファンは、 熱狂的なクラウドノイズでも知られており、第2週の試合では、ホームのセンチュリーリンクフィールドで、ギネス世界新記録となる136.6デシベルのクラウドノイズを発生させた。QB マニング WR、ウェルカー CB ベリーデンバーブロンコスは、AFC 西地区で優勝、AFC トップの13勝3敗でシーズンを終えて、シーホークスと同様に、 ホームアドバンテージを獲得した。NFL トップの7313ヤードを獲得、史上最多得点となる606点を挙げた。爆発的なオフェンスは、シーズン終盤の8試合及び、サンディエゴ・チャージャーズとのプレイオフと9試合連続で、最初の攻撃で得点を挙げた。ニューイングランド・ペイトリオッツとの AFC、チャンピオンシップゲームでは、この記録は途絶えた。 16年目のベテラン q b ペイトンマニングは、インディアナポリスコルツで入団してからの13シーズン、プロボールに11回、シーズン MVP に4回選ばれ、第41回スーパーボールで、チャンピオンリングを獲得したが、2011年に主の手術を受けて、シーズンを全休、マニングを欠いたコルツは、NFL ワーストの2勝14敗に終わり、2012年3月に、 彼は解雇され、ドラフト全体1位で、アンドリュー・ラックを指名した。マニングは、ブロンコスと契約し、2012年チームは13勝3敗の成績を上げたが、ディビジョナルプレイオフで敗れシーズンを終えた。2013年シーズン、彼はパスで5477ヤード、55、TD パスとそれぞれで NFL 記録を塗り替えた。 パス成功450回も NFL 史上2位の記録であった。QB レーティングはこの年2位の115.1をマークした。パスターゲットには92回のレシーブで1430ヤードを獲得 14TD を挙げたデマリアス・トーマスをはじめ97回のレシーブで1288ヤード 11TD のエリック・デッカー。 七十三回のレシーブで七百七十八ヤード、十 t d のウエスウェルカー、プロボール手で6五回のレシーブで七百八十八ヤード、十二 t d を上げたジュリアス・トーマスと NFL 史上初めて四人の選手が十 t d レシーブ以上を上げた。RB ・ノーション・モレノがチームトップの千三十八ヤードを走り、十 t d さらに六十回のレシーブで五百四十八ヤード、 3td を上げた。新人 RB、モンティーボールも554ヤードを走り、4td および20回のレシーブを記録した。オフェンスラインは、リーグ最小の2ックしか相手に許さなかった。チームのオフェンスラインの中心は、プロボールガードのルイス・バスケスであった。スペシャルチームでは、キッカーのマット・プレーターが、NFL2 位の150点。 FG 成功率では NFL トップの96.2%をマーク、またレギュラーシーズン中に64ヤードの FG を成功し、44年ぶりに NFL 記録を塗り替えた。ディフェンスではショーン・フィリップスが10サック、ラインバッカーのダニー・トレバさんが129タックル、3ファンブル・フォース、3インターセプトを挙げた。LB ・マリク・ジャクソンは42タックル、 6サックを上げて、怪我のためシーズン絶望となり、9試合の出場で5、サックに留まったボンミラー欠場の穴を埋めた。コーナーバックのドミニクロジャース・クローマティ、クリス・ハリスが、それぞれ3インターセプトを上げた。スーパーボール直前の4試合で相手を17得点以下、ラン守備では3試合連続で相手を65ヤード以内に、抑えた。マニングは勝利すると、 史上初の2チームでスーパーボールに優勝した q b となる。シーホークスはディビジョナルプレイオフでニューオーリンズセインツと対戦。ウィルソンがパス18回中9回成功108ヤードにとどまったが、リンチが140ヤードを走り、2td を上げて23から15で勝利した。またマイケル・ベネットが6タックル、0.5サック、2ファンブルフォース、1ファンブルリカバーを上げた。 サンフランシスコフォーティナイナーズとの NFC チャンピオンシップゲームでは残り22秒にリチャード・シャーマンがエンドゾーン内で相手のパスを弾きこれをマルコム・スミスがインターセプトし23から17で勝利したウィルソンはパス25回中16回成功215ヤードで 1td リンチが109ヤードを走り 1td ダグボールドウィンが6回のレシーブで106ヤードを獲得、3回のキックオフで109ヤードをリターンした。ディフェンスでは、カムチャンセラーが11タックル、1インターセプトを挙げた。フォーティナイアーズ戦で、マイケル・クラブツリーの伝部を叩いて、握手の手を差し伸べたり、コリン・キャパニックに対して首シムのジェスチャーを見せた。リチャード・シャーマンは NFL から7875ドルの、 バッキンを課された。ブロンコスは、ディビジョナルプレイオフで、同地クライバルのサンディエゴ・チャージャーズと、対戦、24から17で勝利し、2005年以来となる AFC チャンピオンシップゲーム進出を果たした。第12週に24から0とリードしていながら、逆転負けを喫した、ニューイングランドペートリオッツとの試合で、オフェンスが507ヤードを獲得する活躍で、 26から16で勝利し、15年ぶり7回目のスーパーボール出場を果たした。この試合でマニングはチャンピオンシップ記録となる32本のパスを成功し、400ヤードを獲得し、2td を上げた。デマリアス・トーマスが7回のレシーブで134ヤード、1td、マット・プレーターは四本の fg を成功させた。ジョン・フォックスヘッドコーチにとっては、 カロライナパンサーズ時代の第38回スーパーボール以来のスーパーボール出場となった。ブロンコスがホームチームとなり、オレンジのジャージ、白のパンツで、シーホークスは白のジャージに青のパンツでプレーすることとなった。ブロンコスはジャージーシティのハイアットホテルに滞在することとなった。チームはスーパーボールウィークのプレスカンファレンスを ホテルそばの桟橋に停泊したクルーザーの上で行った。シーホークスは同じく、ジャージーシティのウェスティンホテルに滞在し、いくつかの部屋をトレーニングルームやマッサージルームに改造した。市の大通り、コロンバス通りは、両チームを歓迎して、スーパーボール通りと改名された。またブロンコスがニューヨークジェッツの、シーホークスがニューヨークジャイアンツのトレーニング施設などを利用した。 スーパーボールウィークにはニューヨークとニュージャージー州にまたがって多くのイベントが開催された。1月27日にリバティ州立公園でコンサートが開催され地元の百貨店名シーズが花火で盛り上げた。初日の取材で6分ほどしか喋らなかったシーホークスのリンチに対して全米のメディアは失望したと批判したが 記者と話すのが苦手でレギュラーシーズン中は一切インタビューに応じなかったことを知っているシアトルのメディアはリンチが取材に応じて6分も喋ったと受け止めた1月27日のメディアデーでの発言がスーパーボウルで勝ったら現役を引退すると受け止められたトミニク・ロジャース・クロマティは翌日引退ではなくブロンコスと1年契約しか結んでおらずブロンコスの一員としてはこれが 最後の試合になるかもしれないことについて述べたことだと説明した。マンハッタンのブロードウェイ劇場街の真ん中にあたる34丁目から47丁目までを閉鎖して NFL ブルーバードという大型公式イベントが行われた。そこでは NFL の現役選手のサインがもらえる会場や QB の疑似体験ができるアトラクション。 ビンスロンバルディトロフィーと記念撮影ができるスペースなどが設けられた。1月28日にはニューアークのプルデンシャルセンターでメディアデーが開催された。1月28日、聖火会社のマースがマーション・リンチと契約、スキットルズにシアトルミックスという限定バージョンを発売すること、スーパーボールでリンチがタッチダウンを上げるごとに、 リンチが主催する事前団体に1万ドルを寄付することを発表した。1月31日、マンハッタンのローズシアターでは、ロジャー・グッデル・コミッショナーによる記者会見が行われた。また、高校の最優秀ヘッドコーチとして、ミネソタ・バイキングスをスーパーボールに導いたバド・グラントの息子であるマイク・グラントが、ドンシュラ・ NFL ハイスクール・コーチ・オブ・ザ・イヤーに選ばれた。 スーパーボール前日の2月1日、マニングは5度目のシーズン MVP に選ばれた。試合前に気合を入れるシーホークスのダグボールドウィンシーホークスによるフィールドゴールの場面、シーホークスの勝利が決まり、チームカラーの紙吹雪がメットライフスタジアムに舞う試合開始時の気温は摂取9度であった。キックオフ直後のブロンコス最初の攻撃はノイズのため最初のプレーで、 ショットガンフォーメーションから、オーディブルをコールしようと前にシフトしたマニングと、センターのマニー・ラミレスの呼吸が合わずに、スナップされたボールがマニングを越えて、エンドゾーンに達し、ノーション・モレノがリカバーし、シーホークスの TD は防いだもののセーフティを与え、シーホークスが2から0と先制した。第46回スーパーボールでも、ニューヨーク・ジャイアンツが、セーフティで2から0と先制したが、 この時は、ジャイアンツの攻撃が行われた後、ペートリオッツの攻撃となっており、試合開始12秒での得点は、第41回スーパーボールで、デビン・ヘスターが、キックオフ・リターン・ TD を決めたケースを上回る、スーパーボール史上最速得点となった。フリーキックに続き、攻撃権を得たシーホークスは、パーシー・ハービンが、エンドアラウンドプレイで30ヤードを走り、 スティーブン・ハシュカが31ヤードの FG を成功し、5から0とリードを広げた。続くブロンコスの攻撃は3回のダウンで、ファーストダウンを獲得できずに、パントに終わった。続くシーホークスの攻撃は、ラッセル・ウィルソンから、ダグボールドウィンへの37ヤードのパスなどで前進し、ハシュカが33ヤードの FG を成功させ、8から0となった。さらにシーホークスは、 1> 第1球残り59秒にマニングのパスをカムチャンセラーがインターセプトし敵陣37ヤード地点からの攻撃権を得た最初のプレーでハービンが15ヤードを走りさらにレッドゾーンにボールを進めたシーホークスは第3ダウンにシーホークスのパスを不成功に抑えたかに見えたがトニーカーターがエンドゾーン内でパスインターフェアランスの反則を犯しシーホークスは 敵陣1ヤード地点で、ファーストダウンを獲得した。マンション・リンチが1ヤードを走り TD、第2級3分に15から0と、差が広がった。第2級残り10分32秒に、ブロンコスはようやくこの試合最初のファーストダウンを、獲得、敵陣35ヤード地点までボールを進めた。しかし、第三ダウン残り十三ヤードで、ノーション・ノレノへのパスを投げようとしたマニングが、 クリフ・エブリルのヒットを受け、短く浮き上がったパスを、マルコム・スミスが、インターンセプト、69ヤードのリターン TD を上げて22から0となった。ブロンコスは続く攻撃で、デマリアス・トーマスへの19ヤードのパスなどで、敵陣19ヤードまで前進、第4ダウン残り2ヤードで FG を蹴らずに、ギャンブルで、ファーストダウンを狙ったが、マニングのパスが失敗し、 22点差で前半を終了した。ブロンコスが22点差をつけられたのは、このシーズン初のことであった。後半最初のキックオフで、シーホークスのビッグリターンを防ごうとマット・プレーターが、短く蹴ったキックオフは、パーシー・ハービンが87ヤードのキックオフリターン、TD を上げて、後半開始12秒で29から0とリードを広げた。 後半最初のキックオフがリターン TD となったのは第47回スーパーボールでジャコビー・ジョーンズが記録して以来2年連続2度目の出来事であった。お互いにパントを蹴った後エリック・デッカーの9ヤードのパントリターンでブロンコスは自陣45ヤード地点からという絶好のフィールドポジションを得た。2プレー後、マニングはトーマスへ23ヤードのパスを通したが バイロン・マックスウェルがボールをかき出し、マルコム・スミスがこれをリカバーし7ヤードをリターンした。さらにブロンコスはこのプレーで、アンネセサリー・ラフネスの反則も取られ、15ヤードのバツ、タイとなり、シーホークスは敵陣42ヤード地点からの攻撃権を得た。ラッセル・ウィルソンは、テルーク・ウィルソンへの12ヤードのパス、リカルド・ロケットへの19ヤードのパスを成功、その後、 ショートパスをキャッチしたジャーメインカースが4人のタックラーをかわし23ヤードの TD レシーブを上げて36から0となった。ブロンコスは次の攻撃でマニングがウェスウェルカーへの22ヤードのパスなど6本連続パスを成功させるなど80ヤードを前進第3球終了と同時にデマリアス・トーマスへの14ヤードの TD パスでようやく得点を上げ 2ポイントコンバージョンも成功させて36から8と28点差に縮めた。ブロンコスはオンサイドキックを蹴ったが、ザック・ミラーが自陣48ヤード地点でリカバー、シーホークスはミラーへの10ヤード、カースへの24ヤードのパスで前進し、最後はダグボールドウィンへの10ヤードの TD パスで43から8と突き放した。 試合時間は11分間以上残っていたが、その後両チームとも得点はすることなく、ブロンコスの残り3回の攻撃は、ギャンブル失敗によるターンオーバー、クリス・クレモンスの 9B サックからのファンブルリカバー、試合時間終了で終わった。ウィルソンは、パス25回中18回成功、206ヤード、2td、ボールドウィンが5回のレシーブで66ヤード、1td、 カースが4回のレシーブで65ヤード 1td を上げた。また、ハービンが87ヤードのキックオフリターン td を上げたほか、2回のランでシーホークストップの45ヤードを走った。ディフェンスでは、マルコム・スミスが1インターセプトリターン td の他に、1ファンブルリカバー、9タックルを上げた。チャンセラーが9タックル、1インターセプトを上げた。マニングは、 スーパーボール記録となる34回のパスを成功したものの、パス49回中34回成功、280ヤード、HTD、に INT に終わった。トーマスが、スーパーボール記録となる13回のレシーブで118ヤード、HTD、ウェルカーが8回のレシーブで84ヤードを獲得した。モレノが、ブロンコスのリーディングラッシャーであったが、 わずか17ヤードに終わった。ブロンコスのオフェンスは、レギュラーシーズンの平均獲得ヤードより160ヤード、近く少ないわずか306ヤード獲得にとどまり、ラン獲得ヤードは27ヤードに終わった。ディフェンスでは、トレバさんが12タックルを挙げた。スーパーボール MVP には、第22球に,に69ヤードのインターセプトリターン TD、 第3級にファンブルリカバーを挙げたマルコム・スミスが選ばれた。ディフェンスの選手が MVP に選ばれたのは第37回スーパーボールのデクスター・ジャクソン以来11年ぶりのことであり、史上9人目、ラインバッカーの選手が選出されたのは第5回スーパーボールのチャック・ハウリー、第35回スーパーボールのレイ・ルイスに続いて史上3人目であった。スミスはまた、 I イ m going to Disney World の CM に登場する初の守備選手となった。シーホークスが挙げた43得点はスーパーボール史上歴代6位の記録となった。敗れたブロンコスはスーパーボールで2勝5敗、オレンジ色のジャージでのスーパーボール初勝利はならなかった。ゴッドのシーズン MVP に選ばれたマニングのスーパーボールでの成績は1勝2敗。 プレイオフでの成績は11勝12敗となった。結局マニングは、レギュラーシーズンで、パス獲得ヤード、TD パス両方で、NFL トップの成績を上げながら、スーパーボールで敗れるというマリーの、ワーナー、ブレーディと同じ鉄を踏むこととなった。国家聖賞は、グラミー賞に4回輝いている、オペラ歌手のルネ・フレミングが務めた。 2014年1月30日の記者会見で、フレミングは司会者から、オペラの世界のペートン・マニングと紹介された。国家の最終泊のタイミングで50ヤードラインのスタジアム上空を飛行機が通過するフライオーバーは陸軍の第101空挺師団第101戦闘航空旅団第101航空連隊第1大隊所属の R-64D。 第101航空連隊第5代隊所属の UH-60M 及び、第101航空連隊第6代隊所属の CH-47G が言った。ハーフタイムショーには、ポップ歌手のブルーノ・マーズが登場した。5曲目で、レッド・ホット・チリー・ペッパーズが登場し、ギブ・イット・アウェイを披露したが、ベースがアンプと繋がっていないようだと、ネットで指摘された。これについて、 ステージの設置に数分間しかないことから、ボーカルのアンソニー・キーディス以外は、テープ演奏になることを、NFL から通告されていたと明かした。FOX スポーツが放送する、スーパーボウルでは、ビンスロンバルディトロフィーのプレゼンターを、テリー・ブラッドショーが務めていたが、彼の父親が亡くなったことから、元ジャイアンツのマイケル・ストレイハンが代役を務めた。 センチュリーリンクフィールド前を通る優勝パレード試合の3日後、2月5日に、シアトルで優勝パレードが行われ、シアトルの人口よりも4万人、多い、約70万人のファンが集まった。全米のテレビ放送は FOX が担当した。実況は、チョーバック、解説は、トロイ・エイクマン、サイドラインレポーターは、パム・オリバーとエリン・アンドリュースが務めた。 30秒の広告枠は第47回で CBS が販売した時と同額の400万ドルで売られ5月13日に始まった CM 枠は12月4日に売り切れとなったことが発表された全米でのテレビ視聴者数は2年前の第46回を上回る1億1150万人となりアメリカテレビ史上最多視聴者数記録を更新した ハーフタイムショーの視聴者数も1億1530万人となり、ビヨンセが出演した第47回の1億1080万人、マドンナが出演した第46回の1億1400万人を上回った。全米でのラジオ中継は、ウェストウッドワンが担当した。実況は、ケビン・ハーラン。解説はブーマー・アサヤソン。サイドラインレポートは、ジェームズ・ロフトン。 マーク・マローンが担当した。また出場チームの地元ローカルラジオ局では、ワシントン州シアトルでは、ウォーレン・ムーンが、コロラド州デンバーでは、エド・マカフリーが解説を務めた。日本では、NHKBS、ニッテレジが生中継を、ガオラが2月4日午後7時30分により、録画放送を行った。自動車。 会社10社が14種類の CM を放送した。トヨタ自動車のトヨタハイランダーの CM では、テリー・クルーズが、マペッツと共演した。キア自動車の K900 の CM では、ローレンス・フィッシュ・バーンが、マトリックスのモーフィアスの紛争で出演した。現代自動車のヒュンダイ・エラントラの CM では、ジョニーがキー。 リチャード・ルイスが出演。アウディの A3 世代の CM には、ドーベルマンとチワワを掛け合わせたドーベルアワが登場し、サラ・マクラクラインも出演。ジャガーのジャガーランドローバーの CM には、ベンキングズレイ、トム・ヒドルストン、マーク・ストロングが出演するとともに事前に、ニューヨーク市の地下鉄十数本に、ジャガーのテレビ広告を見るよう広告で埋め尽くされた。日産自動車の日産、フロンティアの CM には、 アメリカ連邦取引委員会からマッタがかけられ、誤解を与えるようなデモンストレーションを広告から外すこととなった。現代自動車は1月上旬にモデルチェンジを果たしたばかりのヒュンダイジェネシスセダンの CM も放映。この CM にはハーフタイムショーに出演するブルーノ・マーズのカウント・オン・ミーが使用された。同 CM には三菱・ランサー・エボリューションも登場する。 フォルクスワーゲンは、スーパーボール放送中の広告の視聴率を上げるためにデジタルメディア上に約100万ドルをかけた広告を出した。スウェーデンのアパレルメーカー、H&M の CM には、デビッド・ベッカムが出演した。U2 が、バンク・オブ・アメリカの CM に出演、スーパーボール開催と同時に、新曲、インビジブルを発表した。フランスの大手食品メーカー、 ヨーグルトのダノーンの CM には、フルハウスで共演したボブ・サゲット、ジョン・ステイモース、デーブ・クーリエが共演した。またギリシャヨーグルト、オイコスのカップに似た形の移動式屋台を、ニューヨーク中を事前に駆け巡らせた。アンハイザー、ブッシュ・インベブのバドライトの CM には、アーノルド・シュワルツェネッガーが登場した。バドアイザーは、子犬と馬の友情を描いた CM を放送した。 マイクロソフトの CM には元ニューオーリンズセインツの S ・スティーブ・グリーソンが登場した。この CM のナレーションはスジー粛性即作効果症の彼がアイトラッキングシステムを利用して打ち込んだテキストによるものである。イスラエルの家庭用炭酸水メーカーソーダストリームの CM にはスカーレット・ヨハンソンが登場した。この CM ではペプシア コカ・コーラをけなすシーンがあったため、フォックステレビから難色が示され、問題となったシーンを削って放送することとなった。USA Today が行った、スーパーボール広告人気度調査の結果、子犬と馬の愛を描いた、バドアイザーの、子犬の愛というタイトルの広告が1位となった。2001年のアメリカ同時多発テロ事件以降、NFL の各試合の警備レベルは上げられてきたが、 2013年4月に起きたボストンマラソン爆弾テロ事件の発生もあり NFL はさらなる警備強化を行う方針を示したアメリカ合衆国国土安全保障省はここ10年間で最も警戒を必要とするイベントの一つにこの大会を指定した第一級のセキュリティを必要とするイベントとされている本大会ではニュージャージー州警察と NFL が メドーランズスポーツ複合施設の周囲4キロメートルにフェンスを設置した。この地域は陸と空からパトロールがなされ、当日は3000人の警備員と700人の警察官が任務に就く。さらにスワットや狙撃手もスタジアムの周囲に配備された。スタジアムから数マイル離れたオペレーションセンターには中央情報局など35の異なる機関から、 派遣された数百人のスタッフが詰めた。高速道路の交差点にスポーツ施設はあるが、セキュリティプランナーは交通量を制限することを発表しており、駐車スペースは大幅に削減され、通常はスタジアムの駐車場で行われるテールゲートパーティーも禁止された。1月29日に行われた記者会見ではスタジアムに持ち込めるカバン類は、 レギュラーシーズンと同様に中身が一目でわかる、プラスチックのビニール製のものが必須であること、セキュリティチェックのためゲートから入場まで約20分かかることなどが発表された。1月31日にニュージャージー州のホテルなどに白い粉が届けられた。連邦捜査局などが調査した結果、毒物は発見されず、料理用の粉を入れたいたずらと判断された。 2016年2月の第50回スーパーボール開催を目前に控えた時期、複数のメディアが過去49回のスーパーボール、すべてを名勝部順に並べたランキングを発表した。そのうち、USA Today のネート・デイビスと、ヒューストンクロニクルのグレッグ・レイジャン、サンディエゴ・ユニオン・イコール・トリビューンのエディ・ブラウンの3社が、この第48回をスーパーボール史上最低の凡戦に選んだ。 さらに、スポーツイラストレーテッドのドンバンクス、ニューヨークポストのスティーブ・サービーと、ニューヨークデイリーニューズのゲリー・マイヤーズ、ニューズデイのニール・ベストの4社は、いずれも下から2番目に位置づけた。他のメディアでは、ESPN のジョン・クレイトンが第45位、ワシントン・ポストのジェレミー・ゴットリーブが、第31位としている。ゴットリーブ以外はいずれも下から10番目以内と、評価が低い。 ありがとうございます。